毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうもありちゃんです。はい、本日の動画はですね、デパコス初心者の方におすすめしたい、最初に買ってほしいおすすめデパートコスメ紹介していきたいと思います。はい、そして皆さん、ちょっと順番がね、逆になってしまったんですけれども、新年明けましておめでとうございます。まあ、年もね、無事明けたということで、新年といえばお年玉だったり、あとはね、なんか気持ちもね、新しく変わる時かなと思うので、デパコスデビューをするならね、すごくベストなタイミングかなと思ったので、今日はね、コスメオタク的、ぜひともね、最初に買ってほしいなと思ったデパートコスメ発表していきたいと思います。結構ね、なんかとにかく定番でもう絶対外さないだろうなっていうね、商品を今日はメインに紹介していくので、まあ、もうすでにね結構コスメを知ってるよって方はね、結構目新しさがないラインナップかなとも思いますので、ちょっと注意してください。はい、それでは動画スタートー。はい、そしたらまず1商品目がこちらです。ポール&ジョーのプロテクティングファンデーションプライマーと、ポール&ジョーのモイスチュアライジングファンデーションプライマーです。この商品はですね、デパコスの化粧下地の中でも特に王道中の王道の商品です。そもそもポール&ジョーの下地はですね、全部で3種類あります。保湿に特化したモイスチュアライジングファンデーションプライマー、紫外線対策に特化したプロテクティングファンデーションプライマー、透明感に特化したラトゥーエクラファンデーションプライマー。どれを選ぶかに関しては、まあ正直好みなんですけど、すごい簡単に言うと、私だったら春夏はこっちのプロテクティングファンデーションプライマーの方を、で秋冬だったらこっちのモイスチュアライジングファンデーションプライマーを推奨しています。プッシュタイプの化粧下地で、出すとほんのりピンク色、テクスチャーはですね、これかなり滑らか、そしていい香りもついています。まあ、下地もね、いろんな種類があるんですけど、密着力がね、高い下地を選ぶと持ちはいいんだけど、塗る時にね、少しテクが必要になるものもあります。なので個人的にはこの下地みたいにもう滑らかでテクがなくても簡単に綺麗に仕上がるものが最初はおすすめです。仕上がりはね、こんな感じで、これ1本で簡単に綺麗なツヤ肌が完成します。この下地はカバー力も高いから、絶対にですね、プチブラの下地との仕上がりの違いに感動できるはず。はい、そしたらじゃあ実際に半顔にまずはつけていきたいと思います。すっぴんの状態はこんな感じです。ではつけていきます。わかりますか、この伸びの良さ。本当にね、これつけ心地はね、すごい滑らかで、そしてすごい軽いんで、ここの部分も含めておすすめです。で、この下地さっきもね見せたようにほんのり色もついているので、まあ、すごい軽くなんですけど、トーンアップ効果もねちょっとだけあります。うん、あとね、すごいいい香り。まあ、この香りが苦手って人ももしかしたらいるかもしれないんだけど、個人的にはね、いい香りだと思いますね。はい、つけ終わりました。仕上がりこんな感じです。こっち側のすっぴんと比較をすると、今ねつけたこっち側の方がトーンアップと、あとツヤ感がね少し増した感じ、伝わりますかね。白浮きするほどのトーンアップではないんですけど、確実にすっぴんと比較をすると、つけたこっちの方がねしっかりと変化を感じることができます。で、カバー力に関してはね、なんかこのぐらい。もちろんファンデーションみたいにこれ1本で肌トラブルが全部カバーできてますとか、そんな感じでは全然ないんですけど、でもねやっぱりこの毛穴の感じとかも伝わるかな。化粧下地にしてはね、これもしっかりカバー力を感じることができる仕上がりなので、肌トラブルで悩んでる人にもこの下地はおすすめです。で、最後に1個注意点を挙げるとするならば、これね持ちがすごく悪いとかではないんですけど、持ちにめちゃくちゃ特化してる化粧下地っていうわけではありません。なので、なんかそれこそ姿勢肌さんとかはね、もしかしたら合わないって人もいるかもしれない。これ結構ね保湿感もしっかりとある下地なんですよね。まあ、なのでそこだけね、もしかしたらちょっと注意かもしれないんですけど、個人的にはね最初のデパコスですごくおすすめしたいので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、そしたらお次2つ目の商品がじゃん、こちらです。ローラメルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングクッションです。いやもうね、正直ファンデーションに関してはおすすめしたい商品がありすぎて、どれにするかめちゃくちゃ悩んだんですけど、まあでもあんまりねまだメイクに慣れてないっていう方だったら、個人的にはリキッドとかパウダーよりもねクッションがおすすめかなと思いました。で、おすすめしたいクッションもねすごくたくさんあったんですけど、このねローラメルシエのクッションに関しては、種類もねこれ1個しかないし、色展開もね8色展開と、クッションにしてはこれ豊富なんですよ。そして最後にこれお値段が6000円ぐらいで、まあ6000円でね決して安い金額ではないとは思うんですけど、でもねデパコスのクッションってね全然8000円9000円するんですよ。なのでそこと比較したら、まあデパコスのクッションデビューでは結構ローラいいのかなと思いました。このクッションは素肌感とカバー力の両立を追求したクッションションファンデーションです。ごいね、軽い使用感なんですけど、しっかりと肌トラブルもカバーしてくれるし、これもねしっかりデパコスクオリティを感じやすい商品だと思います。はい、そしたらですね、開けてみるとちょっと使用感がありすぎて大変申し訳ないんですけど、パフの形はこんな感じで、先端がねここだけ少しだけ尖っています。で、中身はこんな感じ。ローラのクッションはね結構ねここは柔らかめです。全8色展開なんですけど、私が持ってるのはこれ 1C1 っていう色味です。多分ねこれよりも明るい色も暗い色も展開としてはあるんですけど、出してみるとこんな感じです。このクッションですね、お肌をその綺麗に見せるだけではなくて、プロテクト機能っていって紫外線とか花粉みたいなこういったね外部要因からお肌を守ってくれる効果もあります。で、仕上がりの肌質に関してはツヤタイプのクッションで、香りに関してはねこれほぼほぼ感じないはず。はい、そしたらじゃあこのクッションも実際顔に、まずは半顔ですね、つけていきたいと思います。今ね下地のみなんですけど、つける前の肌の状態はこんな感じです。はい、そしたらじゃあつけていきます。はい、つけ終わりました。仕上がりこんな感じです。やっぱねローラのクッションはねすごいと思う。本当にですね、仕上がりが本当にねすごい素肌っぽく仕上がるんですよ。なんだけどしっかりね肌トラブルはカバーされてるんですよね。なんかこんな自然に仕上がってるのに、なんでこんなしっかり肌トラブルがカバーされてるのかがよくわからないなって思うぐらいには、本当に素肌感とカバーのね両立が実現されている、そんなクッションファンデーションだと思います。なんかね薄付きっていうわけではないんだよね。薄付きとは全然思わないんだけど、でもなんかね仕上がりがやっぱ素肌っぽいんですよね。なんか素肌っぽく偽造してくれるっていう感じの表現が近しいかもしれないです。で、仕上がりのツヤ感もですね、ほんとこの程度ですね。ツヤは感じられはするんだけど、すっごいなんかツヤンツヤンっていう感じじゃなくて、ちょっと上品なツヤ感っていう表現が近しい気がします。で、このクッションに関してもですね、結構保湿感のある仕上がりなので、肌質はね結構しっとりとします。これもね特別密着力がすごく高いかって言われるとそんなこともないかなとは思うんですけど、まあでもねこの仕上がりの軽さと綺麗さと、あとこのプロテクト機能とかね、全部合わせるとすごくね初心者さんにおすすめのデパコスデビュー商品だと思います。気になった方はぜひぜひこちらもチェックしてみてください。はい、そしたらお次紹介する商品がじゃん、こちらです。コスメデコルテのフェイスパウダーです。多分このフェイスパウダーはですね、コスメ好きだったら絶対1人は1個は持ってるだろうなって思うぐらい、まあいい意味ですごく定番、そしてかなり長い期間ねいろんな人に愛されているフェイスパウダーです。しかもこれですね、値段がこれ1個5500円なんですよ。デパコスのフェイスパウダーでねもう1万円超えしてるパウダーたくさんあるんで、その中でねこんな人気で5500円で買えるのはもうめちゃくちゃおすすめです。はい、パッケージをアップにしてみるとこんな感じです。結構ねこれ大きさもあるので確実に持ち運びには不向きです。全6色展開で、これね色によって仕上がりの質感やカバー力が異なるのもポイントです。私ね前にねこのパウダーの前色レビューをしたことがあるので、色選びに関してはねもしよかったらそちらの動画をぜひ見てみてください。はい、そしたらじゃあ開けてみますね。まず付属のパフなんですが、付属のパフねこの通りかなり肉厚で、そしてもちもちで、やっぱねデパコスに関してはね付属のねパフとかブラシがねかなり使えるんですよ。それもねありがたいポイントだよね。で、中身はこんな感じです。コスデコのねパウダーに関しては結構ねこの穴がね大きめなので、私はこれ使っててなんか粉が取り出しにくいなって感じたことはありません。そしたらじゃあ人気色の80番手元に出してみるとこんな感じです。コスデコのパウダーはね00番の無色のカラーと、この80番のほんのりねピンクベースのカラーが特に人気カラーなはず。80番に関しては色味がついているのでほんのりね血色感が良くなるような仕上がりで、かつ質感はこれちょっとだけツヤっぽくも仕上がります。で、コスデコのパウダーはですねお粉がこれとにかくしっとり、そしてふんわりしてます。なのでつけることによってお肌自体もねすごくふわっと柔らかいような仕上がりにもなるし、同時にね保湿感も感じられるので、なんか乾燥してちょっとお粉が浮いちゃうだったりとか粉が吹いちゃうだったりとか、そういったことがねすごく起きにくい商品だと思います。はい、そしたらじゃあ実際に顔にもつけていきます。つける前の肌の状態はこんな感じです。ではつけていきます。あとそうだ、言い忘れてたんですけど、これね香りもついています。しかもめっちゃいい香りだからね、なんかつけてる時にねちょっといい香りに癒されながら使うことができるのもおすすめポイント。はい、つけ終わりました。仕上がりこんな感じです。まだパウダーをつけてない方の肌と比較をすると、つけた方がお肌がなんか全体的にちょっとふんわりした感じ伝わりますかね。まあ、陶器肌まではいかないかなとは思うんですけど、ほんと全体的にふわっとして、毛穴とかはねこれかなりぼやけますね。今つけた80番に関してはですね、これパールが入っているので一応ね種類の中ではツヤ仕上がりのタイプのパウダーなんですけど、でもなんかあくまでもこれパウダーを塗ってしまっているので、こういうねなんかファンデーションとかで作られたツヤっていうよりかは、パウダーの中にそのパール感が入ってほんのりツヤっぽく見えるような、そんな仕上がりのイメージが近しいかなと思います。なんかもっとすごいハイカバーのフェイスパウダーとかもデパコスだったらねあったりはするんですけど、でもやっぱそういったねパウダーって結構厚塗りとのねバランスが難しかったりもするので、やっぱりねコスデコのパウダーはいい意味でねすごくバランスがいいんですよね。メイク初心者さんでもこれをねパパッとつければ失敗なく綺麗な肌が作れるような、万人が使いやすいフェイスパウダーっていう感じです。こういうねちょっとふわっと柔らかい感じの肌質がね嫌いじゃないよっていう方は、まずはね最初はコスデコのパウダー買っておけば失敗はないかなと思います。はい、そしたらお次紹介する商品がじゃん、こちらです。コスメデコルテのアイグロウジェムです。はい、またまたねコスメデコルテのアイシャドウなんですけど、これねデパコスにもかかわらずなんと1個3000円以下で買えちゃうんです。今これもですねほんと言わずも知れたも大人気アイシャドウでして、この通りね持ち運びもしやすいサイズ感だし、カラー展開がねこれ30色もあるし、ツヤタイプマットタイプもそれぞれあります。パッケージアップにしてみるとこんな感じで、開けてみるとはい中身はこんな感じです。これはねツヤタイプの方ですね。ちなみにマットタイプだとこんな感じの中身です。でこのアイシャドウですね、特徴があって、まずねこれ質感が伝わるかな、プニプニしてるんですよ。ちょっと跡がこうやってつく感じ、質感自体はプニッとしたアイシャドウなんですけど、手に伸ばしてみるとこの通りスッと馴染んでくれて、しっかりと密着してくれるようなアイシャドウです。ちなみにツヤタイプはね出してみるとこんな感じ。結構ねしっかり出しちゃったんで光沢感強めに感じると思うんですけど、調節すればねこの光沢感はもう少し控えめにもなります。ちなみにマットタイプの方は出すとこんな感じです。でこれ単色シャドウだから、まあ、使うかなってね思う人もいるかもしれないんですけど、実はですねこれ1色で立体的なグラデーションをね簡単に作ることができるんですよ。最初二重幅にねこうやって色をのせたら、密着する前にね軽く色をねこうやってさっさっさと上に伸ばすだけで簡単にグラデが作れます。でこのアイシャドウねすごい緩いわけでもないから、二重幅とかにもねすごい溜まりにくいし、色もね全然夜まで持ってくれます。ツヤタイプの方で仕上げるとこんな感じに仕上がって、マットタイプの方で仕上げるとこんな感じに仕上がります。カラーバリエーションもかなり豊富なので、きっとね好きな一色見つかるんじゃないかなとも思うとね、これすごくいいんですけど、最後にね1個注意点をねあげるとするならば、このアイシャドウね爪が長いと正直ちょっと使いにくいです。っていうのもねこれ出す時にこうね指で取って出すんですけど、ここのね爪がどうしても長いとねこのね中にねこのアイシャドウ柔らかいんで入っちゃうんですよ。なんか実際にやってみるとわかるかな、この爪の部分にこう入っちゃう感じ。そうなのでそれがね、まあ、ちょっと私にとっては残念ポイントの一つなので、私はねこれチップを使ってね取ったりしてるんですけど、でもねこれ本当に質はすっごく良いので、ぜひぜひデパコスデビューで検討してみてください。はい、そしたらお次紹介するのがまたまたアイシャドウなんですけど、それがこちらツックのシグニチャーカラーアイズです。いやこれですね実はお値段が1個7000円ぐらいするので、まあ、ちょっとね入れるか悩んだんですけど、でもねそれでもやっぱりスックのこの粉質はぜひとも体験してほしいと思ってランクインさせていただきました。はい、このアイシャドウを開けるとこんな感じです。このアイシャドウはですねもうなんかまるでまぶたの上に薄膜が張ったかのように綺麗に馴染んでくれて、そしてねこれ重ねてもくすみにくくって透明感のある仕上がりを叶えてくれる、そんなデパコスアイシャドウです。パレット内に4色入っていて、これがメイクの仕上げにきらめきを足せるコートカラー、この2色がアイシャドウのベース、そして立体感の演出に使うメインカラー、そして最後こちらがメイクを引き締めるディープカラーに分かれています。はい、2番の装置はこんな感じです。コートカラーのね、この裏面の輝きをですね、これすっごい全く派手じゃなくて、すごくね、繊細な輝きになっています。あとメインカラーもね、こうやって角度をつけると、少しなんかつるっと見えるような質感になっていて、どの色もね、これすごく発色綺麗です。はい、そしたらですね、今このアイシャドウ全13色展開なんですけど、2番の色味で実際目元につけていきたいと思います。はい、塗り終わりました。仕上がりこんな感じです。もう少し引いて仕上がり見るとこんな感じです。いやもう分かりますか？この粉質の綺麗さ。粉落ちも全くしてないし、発色もこの通りめちゃくちゃ綺麗なアイシャドウなんです。まあ値段はね、正直ちょっとするはするんですけど、でもね、やっぱ仕上がりのこの綺麗さはね、やっぱデパコスクオリティをすごく感じるし、1個持っててもね、絶対損はしない、すごいね、めちゃくちゃ優秀なアイシャドウです。色のね、好みとかはあったりするとは思うんですけど、比較的ね、結構使いやすそうなカラー配色のものも多かったりするので、気になった方はこちらもぜひチェックしてみてください。はい、そしたら最後に紹介する商品がじゃん、こちらです。マックのミネラライズスキンフィニッシュのライトスカペードという色味です。はい、もうこれもね、もうほんと定番中の定番の大人気ハイライトです。これはですね、プチプラには出しにくいね、しっかりとした光沢感は出るのに、でもね、仕上がりは白浮きもしないし、そしてね、ギラついていません。やっぱね、このね、両立ができてるっていうのはやっぱデパコスクオリティかなと思います。はい、商品アップにしてみるとこんな感じです。このね、ミネラライズスキンフィニッシュって商品にはいくつかカラー展開があるんですけど、ハイライトとしておすすめしたいのがこのライトスカペードっていう色味です。ピンク、ブルー、イエロー、オレンジなどね、複数のピグメントを絶妙にブレンドされたマーブル模様になってるのが特徴です。そしたらじゃあまずは手元に出してみますね。手元に出してみると、こんな感じです。この通りしっかりね、発光するタイプのハイライトなんですけど、でもね、やっぱ全然白浮きしないし、ギラつく感じではないんですよね。だからこれテクなしで使えるので、すごくね、使いやすいハイライトっていう感じです。このね、パール感もね、めちゃくちゃ細かいんですよ。やっぱね、この細かさはね、デパコスならではだなと思います。はい、そしたらじゃあ実際顔にもつけていきます。これね、付属のブラシなどはついていないんですけど、私はね、もう全然指でつけちゃってますね。まあ、頬の部分とかはブラシをつけた方がいいと思うけど、こういうね、細かい部分とかにはそのまま直接指でポン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 とつけちゃうことが私は多いです。で、こういう感じでちょんとね、つけるだけで、わかりますか、この光沢感。ちょっとなじませてみます。はい、こんな感じです。しっかりとね、ハイライト効果感じますよね。感じはするんだけど、やっぱなんか浮いてなくないですか？そう、これがね、マックのね、このライトスカペードの凄さなんですよ。私もね、多分初めてデパコスのハイライトを買ったのはね、このライトスカペードだった気がします。はい、今目頭の部分と、この鼻根と鼻先につけてみましたが、仕上がりこんな感じです。頬の部分にもちょっとつけてみます。立体的に見せたいところを中心にポンポンポンとのせるだけで、はい、仕上がりこんな感じです。このツヤ感わかりますか？もうこのパウダーをつけるだけで顔のね、立体感がすごくアップします。浮かないのにこのぐらいね、立体感がやっぱ上がってくれるっていうのはすごく使いやすいんですよね。とにかく、まあ、このね、マックのライトスカペードに関しては結構ね、ロングセラー商品なので、まあ、正直目新しさとかはね、あんまりないないかなと思うんですけど、でもやっぱり、ね、使いやすさで言ったら私はねデパコスのハイライトの中でも特にこのライトスカペートが特に使いやすいと思います。結構デパコスのハイライトって光沢感がすごく強く出るものも多かったりするんですけど、ライトスカペートはね光沢感がしっかり出るんだけど強すぎないからテクなしで使えるっていう感じのハイライトです。こちらもね気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、以上でコスメオタク厳選デパコスデビューにおすすめのデパートコスメの発表終了になります。いかがだったでしょうか。1個でもね気になったものがあったら元下もだったり新年のねこのタイミングでぜひぜひチェックしてみてください。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると励みになります。それでは皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。そして皆さん2023年も1年間よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。